んにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、星空救援隊のオフロード車です。車両モードなんですけれども、やはりちょっとあちこち立て付けが悪いんですよね。隙間が非常に目立ってます。なんとか車の形を保っている状態ですね。フロントのグリル動きます。トゲトゲしいですね。さらにこちらフェンダー部分も展開できます。左右展開できるので、フォークリフトのようにこうやって突き上げるんでしょうかね。その他には車両後部の白いハッチが展開します。こちら放水でしょうか。ミサイルにはちょっと見えないですね。左右展開できます。スターレスキューっていうぐらいなので、まあ陸上探査車か何かかなっていう感じはします。それでは変形させていきます。まずフロントウィンドウ上のルーフを折りたたみます。続いてこちらのパトランプを取り外して、サイドのウィンドウ部分を折りたたみます。反対側も折りたたみます。続いて荷台部分を持ち上げます。さらに後方をめくります。ここは折りたたまずにこのままとりあえず。続いてフロントボンネットを分割してグリルを取り外します。そのまま左右開きます。ガバッと開いて荷台部分を180度折り曲げます。ゆっくり曲げるとこういう形状、だいたい形がつかめてきましたね。そのまま荷台を引き出すと足部分になります。腕を90度回転、胸の星を開いて顔が出てきます。これがまたね、非常に可愛い顔なんですよね。にこやかな顔です。拳を引き出してつま先を90度折り曲げて引き出します。これで完成。名前はちょっと分かりません、読めませんね。腕が太くて長いので打撃技が非常に強そうですね。口元の赤いペイントがもう可愛い顔です。殴っていきそうですね。こういう体型は結構好きですね。ワンピースでいうフランキーとかバージェスとかそういう感じです。ちょっと腰の部分のジョイントが弱いのでスポッとなりやすいんですけど、まあ、あちこちの変形機構そしてジョイントが結構自由に動くので、いろんなポージングが決められそうです。ただ緩いですね。打撃が強そうなんですけども、一応武器もついてまして銃を持たせることができます。これで銃撃、結構腕のリーチが長いので結構正確にできそうです。まあ、反対側の手には取り外したパトライト部分のクリアパーツ、これも銃に見立てれば見えるのかなって感じですが、一応はめて持たせることができますね。これで二丁拳銃、まあ拳銃じゃないんですけれども、撃って撃って撃ちまくることができます。後頭部は周光パーツ使ってるので、光が当たると目が光ってるように見えます。口元の赤いペイントがなければかっこよく見えるんですけど、この1本の線が引いてあるだけで可愛さアップしてますね。まあ、あちこち緩いのはもうおなじみなんですけれども、立て付けの悪さがちょっと残念です。とはいえ非常にまともな部類であるとは思います。ガシガシ何度も遊ぶっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、細心の注意を払いながらじっくりと堪能する分にはいいんではないでしょうか。赤白ロボっていうことで救急ってイメージがありますけれども、まあ、名前からして星空救援隊スターレスキューチームなので間違ってはいないんですかね。ただ恐竜も同じシリーズなんですけれども、あれらは全く色合いが違いますね。このシリーズ他に4体あるので別途アップしていけたらと思います。以上、トイハッピーでした。ちなみにパッケージはこちらでした。 CG のイラストはめちゃくちゃかっこいいんですけどね。まあ、現物も似てるんですが、顔のやっぱり赤いラインが気になっちゃったロボットです。パッケージの裏はこちら。アニメなのか何なのか分かんないんですが、一応ストーリーもあるみたいですね。